こんにちは皆さん、今日はですね台湾の有名な、揚げ物を紹介していきたいと思います。じゃじゃん、こちらです。ほい、このお店に行ってきました。師範大学にあるこのお店です。名前は師範の師に園って書きます。こちらになります。じゃじゃん、揚げ物ですね。簡単に言うとこちらの天ぷらみたいな形のやつで、一つの方、丸いやつが四角のやつが豆腐ですね。でもう一つが天ぷらって名前です。合計でこれで55元なので、これこんだけ入って220円です。めっちゃ安いです。台湾大学の友達が紹介してくれて、これを美味しいよって言って今からいただきたいと思います。じゃあまずは豆腐からいただきます。豆腐の天ぷら、うん、うまい。ちょっとこれはビールが飲みたくなるのでビールも飲みます。昨日の動画で紹介したハイネケンです。はぁ、うまい、うまい、好吃。じゃあもう一つ天ぷらもいただきたいと思います。天ぷら、面白いのが天ぷらっていうのが中国語で甜って甘いって意味で、不が不可能の不、何々じゃない否定形で、ラが辛いで、甘くて、辛くないものって書いてあって天ぷらって当て字になってました。天ぷらいただきたいと思います。うまい。あー、天ぷら美味しい。なんか魚の練り物みたいな感じですごい美味しい味がします。もし皆さん、台湾に来たらこのシーユアン、師範大の師に公園の園のお店に行ってみてください。ここの鶏肉も美味しそうだったんですけど、今日はちょっと夜いっぱい食べる予定なので控えてます。控えてますと言ってもこれだけ揚げ物ばっか食べてビール飲んだらそれは太るわって話ですけど、まあ台湾で夏のせいでこの汗をいっぱいっていうので、まあ、ゴブゴブだと思います。それでは、バイバイ。